ありがとうございます。こんにちは、ゆうたんです。こんにちは、はい、皆さんこんにちは。ゆうたんこと高島ゆあです。この度4期生の個人ルームが開設されました。開設を記念して4期生でリレー配信を行っています。見に来てくださりありがとうございます。こんにちは、ゆうたん好きだぜ。こんにちは。私4オーディションの時に配信をしていたんですけど、あ、イチョールさんだ、ありがとうございます。見たことありましたか？もう久しぶりすぎてすごくね、なんか変な感じなんですけど、あ、マッスルさん、あれ俺だ、なんだっけ、はい、ありますか、ありがとうございます。はい、見てたようだって、ありがとうございます。はい、じゃあということでキャッチフレーズをしたいと思います。はい、いきますね。私は誰？ You are you are Yes I'm you are。 ありがとうございます。ユニコーンに乗って新潟から世界に羽ばたきます。新潟県出身最年少14歳の高島ゆあです。よろしくお願いします。あ、ゆあゆあって、ありがとうございます。はい、お披露目された時は13歳だったんですけど、1月に誕生日を迎えて14歳になりました。ユニコーン飼ってるんですか？飼ってますよ。はい、でこのキャッチフレーズの由来なんですけど、 You are、 あ、もうそうか、 You are、 私は誰？ You are you are で、 You are you are こと、 You are you are なんですけど、英語であなたは you are って You are って言うじゃないですか。 You are のやつ、そこにユアの名前をかけてユアユアにしました。ユニコーンのぬいぐるみ持ってますよ。ユニボーです。韓国語でお願いします。ちょうぬユアや、そうなんです、ユアユアでした。で、その後にユニコーンに乗って世界に羽ばたきますって言ってるじゃないですか。ユニボーはお留守番ですね。そうで、ユニコーンはなんかニックネームにもある通りユニコーンが好きなんですよね。だからユニコーンに乗って世界に飛んでいけたら楽しいなと思ってこのキャッチフレーズにしました。 You are you are、 あ、そう、それです。 You are you are です。ユニコのユアのユア、ユニコのユア、ユアのユでもあったね。そうなんですよね、よくね。はい、そうです。ユニコーンに乗れるんですか？そうなんですよ、ユニコーンの使い手でよく乗ってます。はい、角生えてるの？角生えてますね。そうそう、角生えてる、そうだね。はい、じゃあ次は質問コーナー、質問コーナー行ってきます。質問コーナーに行きたいと思います。このさっきみんながやってたやつ行きます。動物園でも見たことないです。ないよ、ユアの家にしかいないんだから。あ、NGT48 の楽曲で自分がセンターに立って歌ってみたい曲はありますか？そうですね、なんだろう、
やっぱり大人になる前にのセンターはやってみたいですね。土地音楽かな。あ、それ土地音楽もやりたい。あ、大塚さんと一緒にやりたいです。つぐつぐやりたいです。そう、この前ね、この前の前座の出演でやらせてもらったんですけど、この大人になる前にもう楽しくて楽しくてね、またやりたいななんて思ってます。大塚さん、あ、そっか、師匠だ師匠、そう、師匠と一緒に土地音楽をやりたいです。でもこの前のあのお披露目配信でも一緒に歌わせてもらったんですよ。これ見ました？ありがとうございます。もう油はちゃげのせないとここからねそう、カラオケね、もう本当に緊張したんですけど、大塚さんが、あの師匠がねいてくれたから、もうウキウキで歌いました。楽しかったです。ソロで歌うか、そう、3期生も受けてました。受けてました。そうで、3期生もショールームの審査にをやらせてもらいました。そう師匠呼び、はい、じゃあ次の質問に行きます。これ、あ、ワニの手、懐かしいですね。懐かしいじゃないか、この前だね。はい、4期全体または NGT48 全体でやってみたい企画は、なんだろう、企画か、でもなんか怖がりなメンバーが多い気がするから、お化け屋敷とかビビらない対決みたいなやってみたいです。あ、ユニコーン乗り大会、あ、いいね。誰が一番ユニコーンの使い手の、すいません、はい、誰がね、あ、上の階ね、あ、お化け屋敷ね、確かにいいかもしれないですね。ちょっと苦手だけどそう、ユニコーンね、誰かが、誰が一番乗れるか、誰が一番乗れるんですかね。はい、次行きたいです。行きましょう。ユニコーン大会で優勝しちゃう、あ、もう優勝は確定なので、あの私は審査側に回りたいかなと思います。はい、次、私を推したらこんないいことがあるよというアピールポイントを教えてください。推していいこと、推していいことはなんだろうな、あ、そうだ、ペンライトを振ってくれたら、ちょっとそんなね、可愛いファンサはできないんですけど、目をかっぴらいて見つめることはできるので、ぜひ振ってくれたら、目をかっぴらきますよっていうね。あと何だろう、そう、まだまだちっちゃいので、これからいっぱい成長していく姿が見れるんじゃないかなって思いますです。はい、カッピライテッドめっちゃ目開いてね、見たいかなはい、次はこれ最後かな、これぐらい、これもう1個ぐらい。はい、オーディションで一番印象に残っている4期生はいますか。そうだな、4期生か、あとね、ヒロカッピー、佐藤ヒロカは結
結構審査が一緒だったことが多くて、2時、3時、4時、最終、全部一緒だったかもしれない。なんか最初に話しかけた人が多分佐藤ひろかで、ひろかっぴ、そう、さっきの子なんだけど、なんかここ場所合ってますかねみたいな話を声をかけに行きました、ひろかっぴに。そう、あざとかわいい。そう、運命の人かもしれない、ひろかっぴが。多いな。そう、かっぴと一緒に話したな。あ、そうだね、なんか懐かしい感じがする、ちょっと前なのに。そう、あざとさナンバー。そう、そう、自分から声かけた。そうなんです、なんか場所が全然分かんなくて、そう、ちょっとうろうろしてたらいた、なんかオーディション受けてそうな子がいたので、ちょっと受けてますかって言って話しかけました。じゃあそろそろスクショタイムに行こうかなと思います。オーディション中はなかなかスクショタイムとかちょっと恥ずかしくてできなかったんですけど、今日はちょっとやりたいと思います。一つ目はもう決めてるんですけど、ユニコーンポーズを最近作って、メール見てくださった方は分かるかもしれないんですけど、ユニコーンポーズっていうこういう角生えるやつ、あ、でも名前が見えない、こっちか。一個目はこれ U ターンポーズ、そう、 U ターンポーズがこれユニコーンポーズみたいな角生えてるやつです。そう、1個目がこれで、2個目をどうしようかなと今思ってる、ま、思ってます。まあいいか、1個目やっちゃおうかな。お見送りでやりますなんて。聖剣好きポーズ。じゃあ1個目がユニコポーズで、2個目が空手のパンチポーズ。じゃあ1個目やります、よーい、はい。はい、どうでした、撮れました。あざといポーズはね、カメラ近すぎ、あ、撮る、はい。じゃあ2個目、え、パンチ、はい、撮れました、どうですか。ありがとうございます。はい、かわいいパンチだって。よかった。はい、ではそろそろお別れの時間です。じゃない、あ、もう一個くらい、もう一個ぐらいポーズが、あ、お疲れ様でしたって来ちゃった、ちょっと待って、あ、ちょっとそう。はい、はい、ありがとうございます、いっぱいコメント、嬉しいです。はい、明日は、明日は今日、今日と同じ、3時45分から4時に配信しますので、来てくれたら嬉しいです、お願いします。あ、来てください、ありがとうございました。バイバイ。